石屋和尚物語。和尚殿、礼を言うぞ。ぜひそなたに何か礼をせねばなるまい。和尚殿、ここ長門の地に寺を建て、妙円の菩提を弔ってもらえぬか。殿様、かたじけない、もったいないお言葉。しかし私は一刻も早く薩摩に戻って禅の教えを広めねばなりません。無理でございます。そうか、そうであったの。それならいっそそちら薩摩の地に寺を建たせていただこうと、大内義弘氏は移住院の地に娘さんの戒名から名前を妙円寺として寺を建てたのです。たくさんの寄付をされ、大工さんも70人余り山口県から移住院へと派遣したと言われています。これが妙円寺の始まりです。さて、和尚さんは1385年日吉の折口に無事帰り着きました。和尚さんが船から降りた場所なので折口と名付けられたと言われています。それから吹上町、妙通寺、日吉町、新古院、松本町、直輪寺などを創建します。和尚さん43歳の時、日吉の義俊に新古院を建て、毎日座禅の修行をしていらっしゃいました。ある日のこと、いつものように和尚さんが座禅をしていますと、隣にそれはそれは美しい女の人が座禅を組んでおります。おい、あそこに実に綺麗な女が座っているが、誰か知ってるか？いや知らんが、このところ毎日やってきては座禅を組んでいるぞ。怪しくないか？俺も怪しいと思ってたぜ。今夜後をつけてみよう。合点だ。村人たちは女の正体を見極めようと、密かに女の帰りを待ち伏せています。おい、見てみろ、あっちの洞窟の方へ歩いて行くぞ。よし来た、後をつけよう。女が大蛇に変わった。